災予防週間の、パレードと、そして消火栓点検に行ってきます。イエーイ。おはよう。準備万端やね。1年ぶりのペンキ塗りちゃう。はい、ペンキとで、これ石灰、石灰、車踏んでもタイヤに黄色がつかないようにで、開ける道具とペンキ塗るとき周りを履くほうきです。よし、出動じゃあ。はい、シャッターガラガラ、はい、A 点ガラガラ。第2分台走車及びポンプ車、春の、火災予防週間に出動、開局します。3か4や5になったよ。年末だ、もしまたその次や。あ、これ2番や。2番でした。あ、こちらケベや。難しい。そこの間入る。ゴリゴリゴリ。狭い、狭いな。おい、みんなこっち見とるぞ。止めるな。どうした、どうした、止めるな。停止。まっとった感じ。はい。お前、俺の送別会を俺の金でやるの、おかしくない？これまだ足りんし、足りんし、財布くださいってやつやな。恐ろしい。あ、でもあれやな、今度からフェスティバル行ったら魔法の財布もうねんげんね。いや、魔法の財布あるよ。魔法の財布あるって。魔法の財布出してくれな。出すマジで。出す。機能的分隊で俺また消防だよ。あ、そうだよ。よかった。よかったって。何がよかったよ、お前ら。絶対足りんでしょ。はい、ちょっと忘れ物取りに来ました。ただがっかこいでやっとってる。あ、神社掃除や。うん、そうかでやっとるな。何時やもん。えらい頑張ったな。あ、今日やった。今日です。はい、鳴らしてよ。なんと、はい、はい、ありがとう、ご協力ありがとう。町会長は。そうやった、俺町会長やった。町会長、今日は神社掃除参加できません。はい、消火栓点検開始です。そう、これぐるぐるりんこ。ここは太いよ。ちょっとだけよ、ちょっとだけよ。たくさん出すと錆水が出る。よし、 OK。
まだまだまだ、ここダブルダブルダブル。おお。しゃあ。二口開けた。はい、はい、はい、家で、はい、コツ掴んでしまった。家で、コツ掴んでしまった。近い家。テコの感じでいけば、ちゃんとこういう風に書いてあるんでね、番号と。硬い、うん、大丈夫です。書いた。あ、もう一個、もう一個、うん、早くしろ、来るぞ来るぞ。田中、後ろ気をつけろ、後ろ気をつけろ、後ろ気をつけろって。よし、ほら、サビ水出てきた、サビ水が出るね、出る、これがやばいんや。はい、こうやって全部番号と、これは200杯、でかいよね、すごい。硬い。年に2回ことやってる。そっとですよ、これ錆びとくから。そっと、そっと。そう、オッケーオッケー。2回はやってるよ。うん。一応しまった。はい。本当に目に持って帰る。変わった。あれ確か日替わりのはずね。確か。変えたら日替わりです、ね。うん。ね、湿気がすごいよね。あ、ここのとこの雨で。どっちが嫌かなと思って。早くに世間に。
行きますか。浮いとるな、もう一回開いて裏見てくれ、裏裏はもう取れてますわ、あれがつながりみたいなあれが外れてて、あか、ま、今踏んだんであかんくんだった。ああ本当や、めちゃくちゃ硬かったんですけど、これももうないんですよ、ここもなくて、うん、この状態で、でどっちもどっちも合わない、これがちょっと切れとる、どっか挟まっとらん、下に落ちて、ちょっとハマらんちゅうのがもう歪んどるんか、多分なんかそんな感じするんですよ、ここが歪んでるような気するんですよ。いやとりあえずな、閉めて、閉めれるだけ微妙に浮くんですよ、うん、でも何もないところで合わさんのかじゃねえか、じゃあだから多分切りかけがあるんですけど、ちょっと、ま、ちょっと待ってこっち、バーッと来た。また交通量の多いとこがきついですよ。あ、車来た。この状態になってます。でも、こっちに当たって人の力ではちょっと無理やったんですよ。そうなんですよ。あちょっと待って。あ、この車、叩いたんですか？叩いてみて。車。微妙に浮くんですよ。こっちに切りかけみたいなのがあるんで、これ合わせないと全く入らないですよ。こっち回してる間に、ちょっと待って、どっかに引っかからん、これか、回してる間に入らん、ちょっと、まあ、最初はこの切りかけはどこかここら辺にあったんですけど、グリグリって回らんな、こんなもん、もっぺん開けて入る位置ってない、入る位置はなんでかな、多分これくらいで来とる、これとこれじゃない、うん、それがあっとらんけ、うん、これが同じ位置なんけ、そこなんですか、ここなんで手挟むな、うん、話は、これは危ねえな、こんな感じな、上げる時どうやった、硬かったです、入ってしまったら、入っとって入ってました、入ってて硬いところ何度か
で直す、どっち？ここにこう、これ当てといて、ここで。あ、そこを歪んだってか。そう、それを叩かんの。叩け。このこのこのハンマー叩いて。これを叩かん。いきますよ。あ、さ、もうちょっとテスト。もうこの割れたここ。こうか。うん、いきますよ。地震で歪んだかな。マジで。除雪じゃないですか。除雪車。どんな感じや。ああ、いい感じやな。うん、おい、どうや。もうちょい、もうちょい。これか。うん、そこや、そこや、そこ。はい、行きます。逆の方がいいわ。このとんがった方、ここ当てて朝のこれ叩けたら。そうすか。行くぞ。朝、ケツキツキや。どうや。よし、お、いったな、だいぶ。ちょっとはめてみんか。はめてみんか、うん、いい感じね。いや、まだ平らっぽい。あ、ダメ。そこダメ。どこや。もう叩くしかねって。叩いて、メリコマさんがとにかく。ここ外しまんか。あ、外すの、うん、このまま叩いた方が歪んで元に入るやろ。うん、な、これ入れる。入れて、叩いてみんか。な、両方一緒に立つなんと。あっちも上がってくる。そうそうそう、上がってくる。せーの。ダメや。はまらん。はまった。はまらん。やっぱはまらん。もし、ここら辺。ここ叩く。もう一回叩いてみよう。コペ外して。外れないかね。そうそう、朝どいてどいてどいて。うわ、こんだけ見たらちょっとどうにもならないですよ。面白い、面白いね。参った。ゴムよくも行った。うん、そこ行くってことはできないのかな。ここは行く。トマトか。そうや、はめてみて。さっきよりマシ。とにかくパカーンって上がらんときゃいい。上がらんとは面白い。おっ、ダメだ、浮いた。頑張ってゼロにやろうと思ったらこっちが OK。 一発でやめときゃいけない。ちょうどいい具合の時にやめとかんか。ちょうど1センチ、うん、5ミリぐらい打ったままで、うん、迫っとりゃいい。そう、両方迫っとりゃいい。こんなぐらいとか、どうや、いいんじゃない。離しみ、これなら車乗っても真ん中叩いた。これか。あー、ダメ、今受かったに、今受かったに、今よかった。今のバランス5ミリぐらい。もうちょい、もう一叩き。よし、どうや、これや、このバランスでいこう。あとは水道が来るまで待とう。待とれる。じゃあ俺ら行くぞ。とりあえずこれでよしとしよう。今カタカタ3、2本で
一人一人。おお。最後踏んだ方がいい。あ、今噛んだ、ほら、噛んだ、噛んだ、よし、噛んだわ、じゃあ行くぞ。あとは水道管にお願いです、よろしく。まあ、U ターンしてそこでもう一杯飲もう。あ、で、バカって上がれば。バック、もうちょいバック、バックしてみて、前進。前から車来てます。いいわ、これなら跳ねんとも。今だね、今なら跳ね、大丈夫。一応これで固定したということで撤収するの。うわ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 、おい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 、はみ出てる、はみ出てる。うわ、大惨事。さあ午後の点検、消火栓点検スタートだ、頑張れ。卵と水入れて混ぜる。入ってるぞ、入ってるぞ。これが足まらんくなるやんから、よっぽどの力で引っかかってるね。何かが、何かの力が。あれ、道具ですよね。真ん中で。はい。一応日系の桜は見てきました。あ、オッケー。はい。で、ちょっとヤンシャがあったんで、そこはやっぱりやめといた方がいい。やめといた方がいいと思って。あの夜で1台。そう、1台紫のあって、そこは抜いたら確実に何か言われたら嫌な。じゃあ、俺はこれ。はい、くるりん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 、うまい。うまい。さすがや。はい、粉パラ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 。よっしゃ、オッケー、素晴らしい。はい、今度は四角。これ見えません。あ、切れやし、乱げ見える。はい、見えません。錆びてる、反ってぞ。うわー、待って待って、反って反って反って、ほんのちょっとで。はい、オッケー。はい、はい、OK。 新しく区画整理でいっぱい家建っとるところにしなーっと新しい消火栓ができてるよね。新品だ、蓋付きや、蓋付きや、うん、どうぞ蓋取ってください。蓋、はい、取りますよ。はい、初取り、初取り、どうぞ。なんかよいしょよいしょよいしょ。しなくていいから早く開けろ。OK、 OK。やったね。うん、ふたする必要ある？まあ、なんかあれよね、何のためのふただよね。でも火災の時本当は邪魔だけどね。はじ、ふたつ工事の時だけです。珍しくね。次来た人はもう一回楽しめます。よいしょよいしょ。おい、取れんがない、渋い、うん、どうした、うん、よっしゃ、硬いがたまにある。うわー、もううちの近所も全く様子が変わってるよね。あ、なんか消防車のデザインが新しいぞ。はしご車や、はしご車や、屈折や、屈折、物置屈折や。よし、あ、これ取る、キャップ、うん、取ったら、こいつは取ったの。
おお、トライアンフの店ができている。すごいよね。なんかいっぱいできてるよ、ハイカラなものが。めっちゃなんか変わっとるし、この辺。なんか農市、農市じゃないみたい。どっかの郊外の高級住宅街に来たみたいな。高級住宅街ですよ。かっこいい。じゃあ試乗して帰るか。違うか。これ乗って帰った。ブーンって。はい。昭和線典型、このポンプ車でのペンキは終わりました。まだ、ペンキ塗りが続いてますけど、一旦私は撤収します。今日で、私あの32年と3ヶ月の、消防団活動を終わります。で、分団長に対して今後あの機能的分団員ということで火災出動とか、その他のバックアップの方に回りますので、まあ、消防団活動は続きますけど、とりあえずこれが、節目として今日で私の消防団活動は終わります。まあいろいろありましたけど、皆さんのおかげで、楽しいで、ね、厳しくも楽しい消防団活動ができたことを嬉しく思ってます。イエーイ、はい、ご苦労さんでした。カメラさん出た。レイした。